平野紫耀、神宮ジングジユタとのシンガポール旅行を公開。プライベート感あふれる二人の楽しいひととき。日本の人気アイドル、平野紫耀が、ファン待望のシンガポール旅行の様子を自身の SNS で公開し、多くの反響を呼んでいます。この旅行は、彼の元キングプリンスへのメンバーであるジングージユタとの楽しいひとときで、 ファンからは、プライベート感満載の写真やコメントが寄せられました。この記事では、平野市洋と神宮寺ゆ太のシンガポール旅行について詳しくご紹介し、ファンの期待に応える二人の楽しいエピソードを探ってみましょう。平野市洋、神宮寺ゆ太とのシンガポール旅行を公開。プライベート感あふれる二人の楽しいひととき。 日本のアイドルグループであるキングプリンスへの元メンバーで俳優としても活躍する平野紫洋が自身の SNS を通じてシンガポール旅行の様子をファンに公開し話題となっています。その旅行相手は彼の仲の良い友人であり元キングプリンスへのメンバーでもある神宮寺雄太でした。 彼らの楽しいひとときをファンは喜び、プライベート感満載の写真とコメントが SNS へで多くの反響を呼びました。平野紫耀は2024年2月25日、自身のインスタグラムを通じてシンガポール旅行の写真を公開しました。その前日、彼はストーリーズで次のように予告していました。 には岸くんが来る前にジンとプチ旅行をシンガポール行ってきたから明日写真あげようかしらとファンに期待を煽りました。そして旅行当日、平野耀はシンガポール植物園行ったというコメントと共に神宮寺雄太とのシンガポールでの楽しいひとときを写真としてアップしました。この投稿に対して神宮寺雄太もコメントを残し、 植物って癒しの力あるよね。と、述べ二人の和やかな雰囲気が伝わりました。さらに、多くのファンからは、ジン君と二人ですごく楽しそう。プライベート感満載じゃないですか。どこで撮っても写真集なる。ジグヒラ載せてくれて、ありがとう。癒されるといった声が寄せられ、彼らの楽しい旅行に対する期待と共感が垣間見えました。 シンガポール旅行の写真とエピソード平野潮のインスタグラムで公開された写真からシンガポール旅行のエピソードを垣間見ることができます。彼らの旅行はシンガポールの魅力を満喫しつつプライベートな時間を楽しむことを目的としたもののようです。シンガポール植物園でのひととき、平野潮はシンガポール植物園での写真を公開し、 その美しい自然に囲まれた場所での楽しいひとときを伝えました。彼らは自然の中でリラックスし、植物の癒しの力を感じている様子が写真から伝わってきます。友情を感じさせるコメント、神宮寺ゆのコメントには、二人の友情が滲み出ています。彼が、植物って癒しの力あるよね。とコメントしたことで二人の和やかな雰囲気がファンに伝わりました。 このようなコメントはファンにとっては特別な瞬間となるでしょう。ファンからの喜びの声、投稿に対するファンからのコメントには多くの喜びの声が寄せられました。ファンは二人の楽しい旅行を共感し、プライベートな瞬間を大いに楽しんだことが伺えます。ファンの反応平野紫耀の SNS 投稿には多くのファンから喜びの声が寄せられました。 ファンたちは彼の活動を注視し、特にプライベートな瞬間に対する興味が高まっています。以下は一部のファンのコメントです。ジンくんと二人ですごく楽しそう。なんですか。プライベート感満載じゃないですか。どこで撮っても写真集なる。ジグヒラ乗せてくれてありがとう。癒されるファンたちのコメントからは彼らの楽しいひとときがファンにとっても癒しとなっていることが伺えます。 平野市洋と神宮寺ゆによるシンガポール旅行はファンにとっても特別な瞬間となりました。彼らの写真とコメントからは二人の友情やシンガポールでの楽しい時間が伺え多くのファンがその姿に癒しを見出していることがわかります。今後も彼らの活動に注目が集まることは間違いないでしょう。